はいどうもこんばんは、いつきんです。本日の動画は、クラスチェンジしたドリス、こちらをですね、僕は初日に、早速終わらしたので、使い方などを解説していきたいんですけど、その前に、重要なお知らせが公式から来ているので、そちらだけ、案内をしておきます。公式とか見ている方はもうご存知だと思うんですけど、機械仕掛けの塔がですね、システムの都合上により、本日から開催がすでにリニューアル後のやつがされています。本来は2月の1日からだったんですけど、なんか不具合があったらしくて、今日からもう開放されているということなので、今日から2月の1日の3時までに1月分が開催されています。そして2月分も2月の1日の3時、日付が変更した後、行われるので、およそ1週間ちょっとしかありませんので、急いで1月分の、機械仕掛けの塔を、皆さんやっておいてください。報酬がね大変美味しくなっていますので、漏れなく、やっておいてください。はい、というわけでお知らせも、見たところでですね、ドリスの方を見ていきたいんですけど、Twitter にもね、ステータスは載せたんですが、こんな感じに、なっております。まあ抵抗ですね、231ということで、まあクラスチェンジのモンモランシー並みに、抵抗率は漏れるという au になっています。スキルツリーが非常に優秀でして、まあ、ステータス関連は生命力が上がったりだとか、スピードが上がったりだとか、あと効果抵抗率が 25% 上がるとか、あと味方全体の効果抵抗率も 5% アップとか、あと闇属性に攻撃された時に、クリティカルのダメージが 30% ダウンするとか、いろいろですね優秀なスキルがあって、あとこれですね、スキル3を使用した時に、味方単体の弱体効果を1つ解除するというものがあります。で、ドリスはクラスチェンジするとスキル3にもともと弱体効果1つ解除が追加されるので、合計で2つ、解除することができます。これ特徴的でして、解除してから、生命力を回復してアクションゲージをアップさせるので、例えば回復負荷のデバフであったり、束縛のデバフがついていても、それらを解除した後にアクションゲージをアップさせたり生命力を回復させることができるので、非常に、今の、セリス環境には使いやすい英雄になっています。はい、で装備なんですけど、ご覧の通り効果抵抗率を非常に高く、持っているんですが、右側がですね、まず首飾りは生命力、これはまあほぼほぼ全員生命力をつけると思います。そして、指輪は、効果抵抗率、これは効果抵抗率を盛りたい場合はここ絶対にメインは抵抗にしないと、なかなか伸びないので、ここはつけるようにしましょう。そして靴は、スピードがおすすめですね。ドリスはもともと非常にスピードが遅いので、せめて足のメインだけは、速度にしておくのがいいと思います。で、まあ、173まで僕は上げているので結構、ヒーラーにしては速い方なんですが、もう少しスピードを抑えてもいいよという人は、このスピードセット、これをですね、抵抗セットを増やすか、生命力とか、あとは防御セットとかも、いいと思います。僕のドリスは防御力1671と、まあそんなに低くはないんですけど、まあ、特別高くもないぐらいなので、まあ、あまり集中攻撃されると結構痛いダメージを食らうので、もう少し上げた方が、タンク性能は上がると思います。そして異物、大波の起源、これ一択かなと僕は今のところ使ってて思います。いろいろですね、歌姫とかも試したんですけど、やっぱり、安定して大波の起源、攻撃を受けるんであれば大波の起源でアクションゲージを、底上げしてあげる方が強いと思います。他には、全体の回復持続力を上げるんであれば、レコスの手もありかなと思います。あと鈍足アタッカーと組ませるんだったら歌姫の応援も、ありですね。であと最近増えてる命中率が非常に高い、セリス、メルヘンテネブレア、あと光ローマンとか、なんか光タイビンとか、その辺でまだ、抵抗が機能しないという人はもう無理やりシマドラでね 20% 上げるのも、いいと思います。はい、というわけでまあいろいろプリーストの異物は、
あるんですけど、どれとも相性はいいんですが、とりあえず闇レタとかを受けるんであれば大波の起源が一番いいと思います。それではですね、いくつか、闘技場で戦って使ってきたので、そちらを解説しながら、見ていきたいと思います。はい、まずは耐久テストを見ていきます。これはですね、たまたま、ヒシャルを試しで使おうと思ったら、負けてしまったので、耐久テストとして、再利用しました。こんな感じで、アレバス闇川と、闇レタの攻撃をひたすら受け続けるだけになっています。まあ、倍速なんでちょっと見づらいかもしれないんですけど、こんな感じでですね、命中ダウンをつけつつ、回復ができるのでめちゃくちゃ耐久力が高い。特に闇摂氏と組ませると、もうほぼほぼ、多分敵を倒すまではずっと耐えられるので、今回はですね、ヒシャルを生かすために歌姫にしてたので、ちょっと回復性能が劣ってるんですけど、これが大波だったりしたらほぼほぼ死ぬことはないと思います。はい、もうずっとね、これ多分ターン数にしたら10ターンぐらいはずっと防衛していたと思います。かなりの耐久力が、あるということがわかると思います。やはり、スノー耐久力ももちろん、防御アップとかをつけれるのであるんですけど、この命中ダウンがですね、非常に効果的ですね。闇レタには残念ながら回避されてしまうんですけど、闇川に対してはもうバンバン刺さるんで、それがかなり効いてくるといった感じです。はい、耐久テストを見たところで1戦目から見ていきたいと思います。最近流行りの、セリス、メルヘンテネブレア派遣の編成ですね。これレジェンド隊は結構多かったみたいなんですけど、最近まではですね、チャンピオン隊全然見なくて、まあ、いないなと思ってたんですけど、ついにですね、チャンピオン5とか4、そのあたりにも、見られるようになってきました。僕は結構苦手だったんですけど、このドリスが来たことでですね、この、組み合わせ、闇瀬氏、闇川が行くときは闇アンジェリカ、いないときはモンモランシを入れてます。で、あと闇ゼラトと、ドリスと、この編成が非常にですね、強いです。派遣がいるので闇ゼラトだけで取れるのかっていうところなんですけど、ドリスの防御アップをつけてあげるとか、まあゼラト自身が自分で防御アップをつければですね、このように、防御ダウンがついてても耐えれます。そして、セリスの攻撃とか全部反撃していくと。で、派遣に対してですね、ゼラトの反撃が発動すれば、もちろんね、反撃に対して反撃は発動しないので、反撃でどんどん削っていけると。で、とどめは、連携などで倒すといった風に、やっていけます。かなりこれ安定して抜けるので、結構困ってる人は、この編成で試してみてください。続いての戦いです。今回はロエンナ入ってるので、残念ながら闇ゼラト君は使えないと、いうところで、まあ、シールドを逆手に取ってオペレーターセクレットを使っていきます。この使い方はですね、防御アップ、耐久型というよりかはドリスの、ゲージアップを使った戦い方になります。はい、まずはバフを入れて、ここ闇アンジェリカじゃなくても全然構いません。バフを入れれるやつであれば OK です。で、バフを入れたらあとは、ゲージアップを打つと。まあ闇ラッツみたいな、使い方ですね。いない人はこんな感じで、一応ゲージアップ要因としても使えますよという感じです。で、闇ラッツと違うのが、相手にセリスがいる場合もですね、ゲージアップできますので、その辺はちょっと闇ラッツと差別化できているのかなという感じですね。命中ダウンとかつけられていても、それも解除できるんでね、最大で2つまで、解除してゲージアップしてくれるので、割と使いやすいゲージアップ系かなという感じです。はい、ではあとはね、チャールズ倒したら、もうあとはシールドがついた順に倒していくと、いった感じになります。いやー、なんかどれと組み合わせてもかなり相性いいですね。僕はですね、昨日からクラスチェンジする前からですね、ちょっと僕が挑んだ方もしいたら、わかるかと思うんですけど、クラスチェンジ前のドリスを使ってですね、ここ数日ずっと闘技場を殴っていたんですけど、CC 前、クラスチェンジ前からですね、結構使いやすかったんですね。なのでもうずっとここ1週間ぐらいは、ずっとドリスを使って闘技場をやっております。で、クラスチェンジを
してからですね、さらに使い勝手が上がったので、ちょっともうこれから闇属性が相手にいたらとりあえず入れとけばなんとかなるんじゃないかなと、いう感じがしています。クールタイムも結構ね短いですし、命中ダウンも強いですし、まあ、今回みたいなね守りの相手の感じ、守りの編成なので、そういった編成には命中ダウンあんまり、効果ないんですけど、まあ、それでもね、タイウィンとかに入れたりとか、あと闇セシに入れたりすることで挑発がつかなかったりとかするので、かなり動きやすいと思います。はい、まあ闇属性に攻撃された時に 2% 回復するっていうのがあるんですけど、まあ、それはあんまり効果は高くない感じですね。まあ数百回復するといった感じです。あとは試してないんですけど、島ドラとかつけるとちょっと回復量多分上がると思うので、まあもし足しにしたいなら島ドラをつけてもいいかもしれませんね。さあ、あとは、オペレーターセクレットで倒していくだけとなっています。はい、では3戦目かな、になります。はい、これまたセリスですね。これは、セリスのゲージダウンじゃない、束縛をつけられたりとか、あと闇川の命中ダウンつけられてしまって、今までだったらだいたいこうなると、あ、もうメリッサ命中ダウンついちゃったしダメだってなってたんですけど、ここですね、スキル3を打つことで、はい、束縛と命中ダウンを消してゲージアップもできるということで、これが結構ね使いやすいですね。特に相手に闇レタがいるときに、メリッサは出すので、確実に闇レタが、先に動いてドリスを攻撃してくれるので、2番手とか3番手にドリスが、割り込むことができるので非常に、楽に戦えます。そういった点からやはり異物は大波がいいのかなという感じですね。これ歌姫にしてると逆にメリッサが上がってきてしまって、命中弾ついたまま戦うことになるので注意してください。あとやっぱりアレンシアとか、あと闇ゼラトもそうですし、あと火のシャルロッテはちょっとね今回失敗してしまったんですけど、そういった耐久型のアタッカーと相性が非常にいいですね。特に今回ドリスはスキル3から入ったので防御アップつけれなかったんですけど、アレンシアがね代わりに防御アップをつけれるので、そういう感じで、スキルを回していくという感じで戦えるので、かなりこうなんていうんですかね、上を取るというよりかは僕はどっちかというと後攻めの方が好きなので、後攻めがしやすくなったなという印象です。あとはあれですね、セレスティス、スキル1を打った時に回復するっていうやつも割と、よりヒーラー性能を上げてくれるので、それもありかなという感じはします。はい、というわけでですね、ちょっと短いかなと思った人もいるかもしれないんですけど、ちょっとドリスをですね使ってると楽しくて、かなりですね動画のストックはあったんですけど、まああまり見栄えがね変わらないので、とりあえずこんな感じで代表的な戦い方を、見せようかなということで挙げました。まあ普通に、上を取るという戦いよりかは、守りの戦いに向いている英雄なので、最近はねやっぱ早い、セリスとか、あとメルヘンテネブレア、このあたりの1番手2番手に早い、状態以上の英雄が多いので、そこにですねドリスと、モンモランシーとかを入れとけば、とりあえずデバフは全部なかったことにできるので、このお二人、組ませて使うのはおすすめです。あと、昨日実装された、魔人の影、これにもですね、ドリスがタンクできるので、ドリスに魔人の影が、パッシブを打ってきて、特に何も起こらずそのまま倒せてしまうという使い方もできるので、今の環境にドリスぶっ刺さってるのではないかと、僕は思います。硬いのもいいですね。防御アップはやっぱり、最近の環境では正義かなと、思います。ツイッターでも、ドリス使おうかどうか迷ってるという人がいたんですけど、ぜひおすすめです。めちゃくちゃ強いです。
ちょっとクラスチェンジの条件はめんどくさくて、だいたい合計でスタミナが2000ぐらいかな、使うのでちょっと大変なんですけど、ぜひやってみてください。クラスチェンジの、どこを周回したらいいとかっていうのは、先日挙げた、クラスチェンジドリスの、解説動画で、説明しているので、ぜひそちらを見てください。というわけで、今回はですね、これで終わるんですけど、多分僕ドリスずっと使うので、この先もですねドリスを見せることがあると思います。今日も、ギルドバトルまだやっていないので、ギルバトでも使って、またいい感じに取れれば、ギルバトでのドリスを使った動画を、お見せできたらなと思います。というわけで今回は以上となります。ご視聴ありがとうございました。